皆様こんにちは気候変動的教室の秋山と申しししまますすどうぞよろしくお願いいたしますこのイベントの最初のプレゼンテーションということで、まずあの最近の気候変動の影響と、それから私どもで行っております企業のお取り組みの支援などもご紹介できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では次のスライドをお願いいたします。はい 事業活動における気候変動影響ということで、あの少しご紹介をさせていただければと思いますので、次のスライドをお願いいたします。 まずは全体的なところからですが、日本の平均気温は100年あたり1.26度の割合で上昇しているということで、これは昨年度よりですね、この100年あたりの上昇割合が大きくなっております。グラフを見ていただければお分かりになると思いますけれども、この5、6年ですね、かなりあの高温が続いているという状況がございまして、2020年は統計開始以来、最も暑い年となりました。 まあそれにあの追随するかのようにですね、右下の図にありますように、猛烈な雨の発生回数というのは以前と比べて1.9倍になったと言われておりますし、まあ、そういった観測が出ているところでございます。まあ、こうした気候変動の影響ですが、次のページをお願いいたします。 さまざまな分野で影響を及ぼすとされておりますし、すでに影響が大きく出ているところもございます。例えば農林水産省ではお米や果樹などの品質低下につながる、またあの生態系では寒いところに住むようなですね、あの日本のライチョウのようなものの,あの生息域が減少したり、まあ、逆に暑いところではサンゴが発火してしまったりといったことがすでに起こっております。ままた皆様ももう認識されていると思いますが自然災害でもあの気候を エンドの器用がですね、あったということで、最近の研究でもそういった急成果が出てくるようになってまいりました。ここに書いておりますのは日本、西日本豪雨の際ですが、地球温暖化によって雨量が約7%ぐらいですね、増加したという研究結果もございます。また、健康の面では、やはり熱中症、それからデング熱による ひ一筋島下のですね北上による電気熱のリスクの増加といったものが挙げられております。次、お願いいたします。はい、これはあの日本だけではなくて、ですね世界でも多くの地域で異常気象が発生しているということで、これは昨年,度昨年のものですけれども、赤いところ、あの高温となっているところがかなり多くございます。やはり世界的にも高温の傾向がございますし、そういったことで、例えば将来的にコーヒー豆の 生産地、今取れるところで取れなくなってしまうといったようなレポートが出てきていたり、また現実にですね、暑さで飛行機が欠航するというような、ちょっと意外なあの影響なども出ているところでございます。次お願いいたします、はい、先日あ、先日といっても8月ですね8月に公表されました、IPCC の第6次評価報告書の第一作業部会の報告書でございますが、次、お願いいたします。 この中でもですね、世界の,その極端現象の頻度が増加していると、まあ、その変化には人間の影響を関係している可能性が高いと、でまあ、この温暖化なんですけれども、この人間の活動が温暖化の原因であるということは疑う余地がないというふうにも言われているところです。 今後ですが、右の図を見ていただければ分かると思いますが、パリ協定では、えー、温暖化は、まあ、あの産業革命前からですね1.5度、も内しは2度に抑えるという話になっておりますけれども、それがこの下の図で言いますと、えー、水色、一番下の線それ、それからその上の線が1.5度、2度に当たるわけです。たただだこれを見ていただいていいも分かりますようにに今世紀中頃に まではですね、どのシナリオも同じように、えー、上昇傾向にありまして、えー、2度1.5度のシナリオではそこから、まあ、あの上昇が止まっていくようなシナリオになっております。これまで出ている知見の中で、えー、日本の世界,世界の気温は約1度上がっていると言われております。ですので、この 2050年くらいまでの間にですね、あと0.5度ないしは1度上がる可能性があると、まあ、頑張ったとしてもということでございますので、え気候変動適応、えー、それから気候変動へのえ対応というものがですね、大変重要になってくると認識しております次お願いいたします。 地供活動における気候変動影響というのは、私どもでは3三つに分類をしております。一つは突発的な影響ということで、気象災害であるとか、熱波であるとか、まあ、突然発生をしまして、大きな被害を与えるもの。また、その背景に長期的な影響というのがございます。例えば、気温の上昇によって、洪水であるとか、水質の悪化というものが徐々に進んでいくとかですね、海面が徐々に上がっていくことによって、 台風などが来た時の高潮、高波のリスクが増加していくといったようなものです。また国内だけではなくて、しかもあの関係しているところではなくてですね、間接的にサプライチェーンなどを通じた影響というのも、この気候変動の影響として考えられると思っております。次お願いいたします。こうした影響がですね、企業の中の企業活動、それから従業員の方の健康であるとか、 まあ例えば、原材料が調達できなくなっていくようなリスクであるとか、気象災害による突発的なものであるとか、そうしたことを通じてですね、気候変動影響が企業の持続可能性を左右していく可能性も否めないというふうに考えているところでございます。次、お願いいたします。 そうした中で、皆様がこれまで取り組んでこられた緩和という温度質効果ガスの排出を抑制するだけではなくて、ですねこれまでの気候変動、それからこれから考えられる気候変動のリスクを回避、軽減をする、適用という取り組みを皆様にお伝えをできればというふうに思っているところでございます次お願いいたします。 はい、その次はいいありがとうございますこうした動きの中で、まずはあの国際的にはですね COP21、パリ協定が、えー、採択された COP でございますが、そのパリ協定の中で、適用の、えー、長期的目標の設定であるとか、えー、適用計画を作って、それに基づいて適用策を打っていくといったようなことが取り決められているところでございます次お願いします。 国内におきましても、平成30年、ちょうど3年ぐらい前になりますけれども、気候変動適用法が成立をしまして、12月1日にはですね、施行されているところでございます。この中身について少し、あのこ,れこの後です、ご紹介をさせていただきます。次、お願いいたします。 先ほどあのご挨拶の中でもご紹介させていただきましたが、昨年12月気候変動影響評価報告書というものを公表をしております。これはあの適用法の中で5年、5年程度に一度ですね、我が国の気候変動影響に関して様々な知見を収集しまして、報告書を出すということが取り決められております。それにのっとって作られたものです。 この中では、重大性、緊急性、革新度といった形で、あの、そこにあります農業などですね、様々な分野の影響について評価をしているところでございます。こうした評価に基づいて、今年、先ほど閣議決定をされましたが、政府の気候変動適用計画を変更をいたしました。次お願いいたします。はい、その中身を少しだけご紹介をさせていただきたいと思っております。 この気候変動適応計画の中では、7つの基本戦略というものが定められております。例えば、あらゆる関連政策に気候変動適応を組み込むといったようなことであったり、えー、例えば、国立環境研究所などですね、研究機関のエンを集約して情報基盤を整備するといったようなこと。 そして事業者の皆様に関係しますのは国民の理解を深め事業活動に応じた気候変動適応を促進するという5つ目の基本戦略でございまして政府もですね引き続きこの取り組みを後押しさせていただきたいと思っているところです。今回ののの気候変変動適応計画の大きな変更点一つとして 前回までの適用計画になかったところとしてですね、KPI の設定というものがございます。各分野ごとの施策であるとか、基盤的な施策に関して、KPI を設定して、ですねより一層しっかりと進捗管理を行っていくということにしております。こちらについてはあの 公表もいたしますので、ぜひご覧いただければと思いますし、本日の私の資料の最後にですね、詳細をつけておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。次お願いいたします。ありがとうございます。この適用計画、またその適用法の中では、企業の皆様にですね、期待される役割というものがございます。ここには3つ書いてございます。1つは気候リスクマネジメント、事業活動を円滑に実施するために、 自らのその授業の中でどういった気候変動影響があるのかといったことを把握して、それに対応していただくということ。それからもう一つが適用ビジネスの展開ということで、適用に関する技術や製品、サービスなどをもって新たなビジネスの機会としていただくようなこと。そして最後に気候変動適用に関して、国や地方公共団体も政策を行っておりますが、そういったものにご協力をいただくということが謳われております。 次お願いいたします気候変動適用なんですけれどもこちらは実は今回のテーマであります TCFD の物理リスクにも対応するというふうに考えております気候変動適用は明日の進め方にありますように社内の推進体制を構築して自社の事業活動においてどういったことが気候変動影響として考えられるか。 この気候変動影響というのはまあ,あの適応の中ではで、ね、主に物理リスクにあたりますえそういったところをしっかりと分析をして立地であるとかビジネスの特性に応じた対策や取り組みを戦略的に進めていただくことをお勧めしているところでございます次お願いいたしますそしてまあこの気候変動の適応に取り組んでいただくことによって企業にとって大きな、えー ベネフィットをももたたらすすとと考えているところです冒頭に申しし上げました気候変動は事業継続性に関係するということでこれに戦略的に取り組んでいただくことは継続性を高めることにもつながりますしステークホルダーからの信頼を得て競争力の拡大につなげる取り組みにしていただくことも可能だと考えております。また気候変動にあらかじめ備えていくことでですね柔軟に対応することができるということであったり先ほどの適用ビジネスとして実をえ 社製品を展開していくというま戦略を作ることも可能かと思っております。次のお願いいたします。はい。TCFD に特にですね、そのステークホルダーからの信頼を得てというところなんですけども、やはりあの投資家などが注目をしております気候リスクの開示の中でなかなかあの。 難しいというふうにおっしゃられる方もいらっしゃると思うんですが、物理リスクについてもですね、やはり大きなあのリスクを伴いますので、しっかりと適用の取り組みと並行してやっていただくということは重要かと思っております。また、この TCF に関係して、例えば適用のニーズの拡大などによる機会の増加というのがありますけれども、そういったものは適用ビジネスにも関係すると考えているところでございます。お願いいたします。 もう一つ、あの、SDGs にも貢献ができるというふうに考えております。あの、目標13、気候変動に具体的な対策をというのはもちろんですが、取り組みによってはですね、あの、多岐にわたりますので、その他の SDGs の目的の達成にも貢献できるものと考えております。次お願いいたします。はい、こうしたことを受けて、法律ができたときにですね、民間企業の気候変動適応ガイドというものを作っておりまして、公開をしておりますが、やはり、 近年の TCFD の気候関係リスクのですね、開示であるとか、BCM の取り組みの広がりを受けてですね、なかなかちょっと分かりにくいと言われる部分、TCFD の物理リスクをどう対応していくのか、BCM において気象災害の対応をどうしていくのかといったところで、適用の観点から着眼点や手法などをご紹介できればと思っておりまして、今年度の改定を予定しているところでございます。次お願いいたします。 はい、最後にご紹介をしますのが国立環境研究所気候変動適応センターとのお取り組みになります。えー、これはあの法律に基づいて国立環境研究所の中に気候変動適応センターというと。 ものを設立をしております。後ほどあの詳細にご紹介があると思いますが、特にあの企業の皆様に関係あるところとして、Aplat という気候変動適応情報プラットフォームを展開しておりますが、こうした中で気候変動影響であるとか適応策に関係する情報を幅広く提供をさせていただいているところです。ただ一方でですね、物理リスクを分析するにあたって、十分なデータがないとか、 どう扱っていいかわからないというようなお声もたくさん聞かれるようになりましたそこであの冒頭の挨拶でもご紹介をさせていただきました企業様のネットワークを構築をしております次のページお願いいたします気候変動リスク産官学連携ネットワークというものですこちらは環境省それから文部科学省国立環境研究所が主催をいたしまして 気候変動リスク情報を活用して、コンサルティングサービスなどを提供されている企業の皆様と、ネットワークという形で連携の場を設定をさせていただきました。この中で、さまざま気候リスクのニーズなどに関する意見交換であるとか、科学的な知見、技術に関する研修、それからテーマ別のワーキングなどを通じて、共同をしていきたいというふうに考えているところです。次お願いいいたしますはい こちらがあの、ま、あのイメージすすになりますけれどもやはりそうしたコンサルティングサービスなどで気候リスク情報を使われている方が、えー、まずはあの情報を理解していただいて企業の方それから行政機関の方々にですね、しっかりとその情報をお伝えいただくということがまず大重要かと思っておりまして、えー まあ、あの、ですし、お客様のニーズも一番把握されているお立場だというふうに思っております。そういった方々としっかりと現実に沿ったですね、情報交換をして、A プラットなどのですね、情報基盤の充実を図って皆様にお答えできればというふうに思っているところでございます。次お願いいたします。 今現在ですね、全部で26社の方にご参加をいただいておりますが、あのまだご参加をされていない方で、希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひ、プラット事務局までお問い合わせいただければと思っております。少し時間が超過しまして、申し訳ございませんでした。私からは以上でございます。ありがとうございました。